台湾2日目の朝です。残念ながら今日も雲行きが怪しい、雨っぽいお天気なので朝食はテイクアウトしました。こちらは冷たい豆乳で、こちらは温かい豆乳に紅茶が入ったもの、美味しそうで、これはベーコン入り大根餅、こちらも単品卵入りです。165元なので800円ぐらいですかね。安いですね。では YouTube でも見ながら部屋でゆっくりいただきたいと思います。豆乳は甘くて美味しいです。じゃあちょっと大根餅いただいてみましょう。柔らかい大根餅、なんか甘めのタレもかかって、台湾の朝食専門店いいですね。美味しかったです。ごちそうさまでした。ロビー階にあるセルフクロークへやってきました。自分でスーツケースを預けることができます。セルフクロークのようなものは入ってない。こんな感じでスーツケースをセルフで鍵かけて置いといて、自分のタイミングで取りに来れます。便利ですね。結構数には限りがあるようです。これも LCC 用に重量も測れるようですね。便利ですね。はい、ソラリア西鉄ホテルチェックアウトしました。こんな感じです。結構背が高いビルですね。綺麗でいいところでした。朝食はこちらのお店でテイクアウトしました。こんな感じ、めっちゃ狭い。なんかここで一応食べる椅子に。シーメンにある B 級グルメの代表格、アゾンメンシェンへやってきました。メンシェンはそうめんのような細い麺をかつおだしが効いたトロトロのスープで煮込んだ麺料理です。具材はもつが入っています。パクチーのありなしも選べます。調味料入れます。どうなんですか、無添加で。え、一旦無添加。ガーリック、クローブ、唐辛子でも入れてみようかな。ちょっと辛いか、ちょっとだけ。こちらのお店は残念ながらイントインスペースがなく、椅子が少し並べてあるだけになります。空いている椅子を見つけてそこに座って食べるという形になります。小腹が空いた時は小でもいいかもしれないんですが、私はね、全然大でも食べれました。はい、大教室に。こちらは飲み方に自信はありませんが、ラーチャンパオシャオチャンと言われる台湾のスナックです。ローストしたもち米の腸詰めにソーセージを挟んだもので、台湾のホットドッグとして知られています。オリジナル味を食べてみたいと思います。あれ、食べたことあったっけ。シリウンジで食べたの。みんなオリジナル味です。80元でした。数年前よりはちょっとりちょっとずつ値上がりしてますね。ウインナーのなんかパンみたいな代わりに、あ、熱い、熱々です。あ、ちょっと、こうしたか。
ものでも飲みたくなりましたので、こちらのお店にやってきました。MRT で台北駅から桃園空港へ向かいます。桃園空港第一ターミナル到着したんですが、まだ韓国行きのチェックインカウントが開いてないですね。セルフドロップインの機能もないので、ちょっとカウンターアプリを待ちたいと思います。はい、タイロイヤルシルクプラスチェックイン待ち、カウンター開くの待っています。こちらがエバーラウンジインフィニティです。タイ航空のビジネスクラスでも入ることができます。ここにほらタイ航空がありますね。向かい側のガーデンは入れません。エバーエアのラウンジインフィニティに来ました。ではさらっとお料理を見ていきましょう。野菜炒めなど中華系のおかず、ガパオもありますね。こちらは天津などシューマイやチャーシューマンなどのコーナーです。この釜の中にはさつまいもがふかされて入っていました。美味しそうです。牛肉麺もありました。タピオカドリンク的みたいなのもありますね。そしてこちらはハーゲンダッツ。サラダコーナーがあります。豆やトルティーヤチップなどはこちらです。冷やされた冷蔵庫の中にはカップヨーグルトやミニロールケーキなどもありました。クッキーを一ついただきます。パン類はこちらです。ウインナーを温めるところがあって、ホットドッグを自分で作ることもできます。ではせっかくなので牛肉麺でもちょっといただいてみたいと思います。お酒のコーナーはこんな感じです。缶ジュースや紙パックのお茶、缶ビールも冷蔵庫の中に入っています。でコーヒー、紅茶のマシンや温かい紅茶もこちらです。では牛肉麺のスープがぬるくて残念なのと、ラウンジがかなり混雑していてあまりゆっくり行きませんでした。ラウンジのマップはこちらです。私たちはタイ航空なので出発が第一ターミナルなのですが、その第一ターミナルからラウンジまでは結構遠いんですよね。それでタイ航空はスターアライアンスに加盟していますので、タイ航空のビジネスクラスに搭乗する場合はエバー航空のラウンジインフィニティに
入ることも可能です。で、今4番のラウンジへ行ってきました。近くにはプライオリティパスで入れる6番にあるオリエンタルラウンジもありますので、こちらもちょっと覗いていきましょう。はい、では PP を使って入れるオリエンタルクラブラウンジにやってきました。ちょっと行ってみましょう。オリエンタルラウンジは中が結構広くてゆったりした空間ですね。ではこちらもさらっとお料理を見ていきましょう。ヌードルのオーダーするコーナーにやってきます。牛肉麺やルーローハン、ベジタブルヌードルなどがありました。やはり台湾のラウンジということで点心のコーナーがあります。これ全部違うの、落花生。温かい料理はこんな感じです。後ろだよ、ソーリー。危ない。そしてサラダコーナーとフルーツはこちらにあります。赤ワインがありまして、白ワインは冷やされて冷蔵庫ですね。オレンジジュース、牛乳などもあります。氷がありまして、飲み物はコーヒーのマシン、ジュースのマシンがあります。ワッフルも置いてありました。でカップ麺もありますね。台湾ビールのサーバーもあります。パン類はこちら、中には入っていませんがシャワー室もありました。お料理は軽めにこんな感じで持ってきました。ヌードルコーナーからベジタブルそうめんを選択しました。いただきます。そうめんのお味はちょっと薄めでしたけれども、ごま油が効いてね、まあまあ良かったです。中身が何も入っていない蒸しパンもいただきました。オリエンタルラウンジは席がゆったりしていて、そこまで混雑していなかったのでゆっくりできてよかったです。では最後に本来のタイ航空ビジネスクラスの招待ラウンジである1番のプラザプレミアムラウンジに行ってみましょう。こちらがタイ航空ビジネスクラスの招待ラウンジ、プラザプレミアムラウンジです。入り口はこんな感じ、PP でも入れます。それがちょっと残念です。ではお料理をさらっと見ていきましょう。こちらはクッキーなどのスナック類です。ジャムやマーガリンが置いてありまして、パンがこちらです。スープ類が2種類あります。こちらはポークリブスープ、リズラッシュ、クリームシチューですかね。ちょっとケチン中、フルーツとかサラダ類ですね。チーズもあります。そしてこちらはお魚の唐揚げ、チキン、お肉の炒め物ですかね。そしてちょっと焼きそばとチャーハン、こちら温野菜とミートボールですかね。チキンナゲットとスイートポテトボール、さつまいもの唐揚げ、こちらがオレンジジュースとお水です。でこちらはリンゴとミニミニケーキ、
ジュースとコーラ、レモン茶、グレープジュースなどですね。お酒はこんな感じで、白ワイン、赤ワインあります。ビールサーバーもありましたよ。ヌードルステーションもあります。チャーシュー丼のような、ね、ご飯物もあるようです。ワインズとチャーウーロン茶とか、これは何茶でしょう。ジャスミンティー、さあコーヒーとかミルクティー、プチーノ、ラテ、エスプレッソですね。シャワールームもあります。こちらが仮眠室のようです。受付で予約し、名前を言って、ここの鍵をもらって仮眠できるようです。結構たくさんあります。11部屋ありますね。で、その奥にトイレとシャワールームがあります。今回シャワーは借りないんですけれども、この奥ですね。3つかな、4つですかね。手洗い軽めにいただきます。機内食があるのでちょっと控えます。この枝豆美味しい。私たちの出発はタイ航空なのでゾーン B なんですが、ラウンジのあるエリアは第2ターミナルのゾーン A の方にあるんですよね。ということでかなり遠いです。これは走らないと間に合わない。ラウンジ3つも行ってる場合じゃなかったです。搭乗します。なんとファイナルコール、何やってんだか。ちょっとラウンジで長いすぎて今急いでます。台湾籍1968车2000。何やりますか。ジスクです。ちょっとラウンジで長いすぎて、ファイナルコールって言ってもまだ20分はあるんですけど、もう待って打たれてる感じです。ありがとうございます。どこだ。こちらがアダ席です。最初に取らないと汚してしまいますので。こんな感じです。ということでウェルカムドリンク出ました。タイのシグネチャードリンク、いただきます。
すぐに CA さんがいらして上着を預かっていただきました。この後、機内食の事前リクエストも聞きに来られました。 In the cabin and laboratories, also tampering with or disabling smoke detectors in the laboratories. 18時50分発なんですが、もうプッシュバック始まりましたね。早いです。それで相棒の席の画面が壊れて、相棒は一つ後ろの座席に移動しています。座席のシートベルトは3点式でした。3点式はね、ちょっと苦しいです。無事に2個後ろの席に移動しました。個人モニターの画面も映るようになりました。ビジネスクラスの座席が空いていて良かったです。本日の機体はエアバス A330-300 です。本日の機内食のメニューは3種類あります。前菜は胡椒とシャンパンのフォアグラ、エシャロットのコンフィとチェリートマト添えです。メインのお料理はタイ南部スタイルのお魚のクミンリーフカレー、ブラウンソースで煮込んだ牛ホー肉、チキンロールのマッシュルームクリームソースの3点から選べます。はい、ただいま午後7時半です。早速機内食のドリンクとおつまみ、オレンジジュースにしました。アイボンはシンハーです。ビールです。ナッツとかもね、ちゃんとお皿に盛られて、タイ航空のロイヤルシルクって書いてますね。かなり大量です。スムースアズシルクタイ、これに書いてます。そしてパンと前菜ですね。お水も来ました。では早速いただいてみましょう。かわいい、なんかお花のサーモンみたいな。ガリガリ、ガリ、Thank you。 かわいい、いただきます。料理は私はタイ南部スタイルのお魚のビーフカレーにしました。本日のお魚はスナッパーということでクエダイですね。それにタイ風のオムレツもついています。相棒はブラウンソースで煮込んだ牛ホー肉をチョイスし、クリーミーなリゾットと人参とスナップエンドウのバターグラッセもついています。しかしラウンジの食事を食べていましたので、あまりお腹が空かなくて美味しく食べれませんでした。それで担当の CA さんが親切な方で、もしタイカレーが辛ければ、もう一つのチキンロールのメニューも食べてみるかと言ってくださいました。リフレッシュメントが来ました。フルーツ、ぶどうとナッツとプルーンかな、それとチーズ各種です。カブドリンクのシグネチャードリンクが美味しかったので、またいただいてます。はい、食後のデザートのコーヒーが来ました。結構大きいマグカップで来ましたね。それで甘いものもプチケーキみたいなタルト、ミニミニタルトのなんか可愛らしいお菓子も来まして、これで食事は終わりです。食後のデザートにアイスクリームなどは特になかったです。
では食事も終わったのでちょっとシートを倒して少しゆっくり休みたいと思います。こちらはタイ航空のマーク入りの毛布ですね。ではリクライニングを倒してみたいと思います。ブランケットは柔らかい素材で持ち寄って足元もかなり広いです。リクライニングシートはこんな感じです。マッサージというボタンがあるのですが壊れているのか押しても特に動きませんでした。コンセントは USB 電源とコンセントを挿すところもあります。読書灯があってこちらにヘッドホンをかけるところがあります。座席用のヘッドホンにはオーストリアウィーンの音響プロフェッショナルメーカー AKG のヘッドホンが採用されています。こちらのヘッドホンかなり音質は良かったです。では座席のリクライニングシートを倒してみます。こんな風に完全に180度フルフラットシートになります、はい、ちなみにリクライニングシートにはランバー機能もついていますので背骨や腰のね微妙な S 字形状のサポートも多少できます。私の身長158センチですので足を完全に伸ばしても届かないです。それで私の座席だけだったのかもしれませんがマッサージ機能はねやっぱり押しても特に反応がなかったので壊れてるのかもしれないですね、まあ、短時間フライトなので別にいいのですが。機内食が終わって残り1時間45分ぐらいしかフライトがないんですがやっぱり180度横になってね休めるっていうのは体的にもいいですよね。お手洗いにやってきました。特に至って普通のお手洗いという感じで日系とは違ってウォシュレット機能はありませんでした。ビジネスクラス側のおトイレだからだとは思いますがボディミルクは消臭スプレー的なものと歯ブラシセットが置いてありました。個人モニターの画面はこんな感じです。こちらの画面でドリンクの注文とかで、できればいいなと思うんですが、そういった機能は特についていないようでした。映画もね、結構たくさんあるのですが、ちょっと字幕読むのも疲れますので、音楽でも聴いてゆっくりしたいと思います。AKG のヘッドホンの音質がかなり良かったです。もちろん持って帰る気などさらさらないんですが CA さんが着陸前にヘッドホンを回収していました。座席シートの横にはリモコンが収納してありました。リクライニングボタンはこちらにもありますね。台北からバンコクまで短距離路線だからかアメニティのプレゼントはありませんでした。ちょっと残念です。今回ロイヤルシルククラスの座席が結構空いてましたので座ってない座席を少し撮影させてもらいました。窓際から121と122の座席が交互に繰り返されています。一人用の座席はこんな風に王様シートみたいになっています。台北からバンコクまでは3時間45分のフライトですのであっという間に到着です。ちなみに今回のビジネスクラスの料金は1ヶ月ぐらい前に発見して1人6万3000円でした。
エバー航空やスターラックス航空もビジネスクラスの料金を調べたのですが、台北発バンコク行きだとだいたい諸税込みで10万円程度でしたので、タイ航空の6万3000円というのはまあまあお得だったのではないかなと思います。それでは今回はこの辺で終わりです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。次はバンコク編をお届けしますので、ぜひ見てくださいね。それではさようなら。